はい、じゃあよろしくお願いします。今回は、スーさんの速度と加速度丸1、直線上の運動編をお送りします。で、今回この3問ね、やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。声が。よっしゃ、行きましょう。で、まあ、自分この問題をね、ちょっと、やってた時に、ああ、物理だって思いましたけど、まあ、物理もね、自分、高校の時現役で使ってましたけど、それ卒業してからもやってないんで、かなりもう昔の話だけどさ、まあ、今もどうなんだろう、物理やってる子は物理だなって思うのかな、ちょっとわかんないけど。で、今回は、まあ、その、個人的には物理っぽいやつを数算でやっていきます。で、やってる問題としては、今回は、地上から真上に、物体、まあ、ボールにしようか、を投げ上げますと。ボーンって真上に投げるの。その時の時刻 t における高さがこの関数 ht が 40t-5t2 乗で表される時に次の問いに答えよと。で、速度だったり加速度っていうのを求めていきましょう。まあ、こういうのもやってきますけどね。で、まず何やってるかっていうと、まあ、じゃあね、まあ、今簡単に説明しましたけど、こう地上があるわけですよ。地上がね。で、そっからまあボール勝手に飛び上がる感じでしょうか。ボールがあって真上にこう飛んでいきますと。で、もちろん、ずーっと飛んでいかないでしょ？いつか止まるじゃんか。止まって、で、ほんとは同じところ辿るんだけど、図で分かりやすいから、こう、行って、で、こうやって降りてくると。こんな感じね。まあ、ボールをこう、真上に投げてるわけよ。こうやって。で、その時に、こうやって当たられてるんだけど、で、これ、教科書、まあ、みんなの教科書がもし、ね、ちょっと違ったら申し訳ないんですが、もしよかったらね、ちょっと教科書見てみてください。この単元のところの。で、ポイントとしては、数直線上を運動する点 P の座標 X が、今教科書読んでるだけね。座標 X が、時刻 t の関数として x イコール ft と表されるときに、こいつと、こいつに関しては公式というか、もう決まった技がありますよって話。で、今何言ってるかっていうと、まあ、この問題に照らし合わせると、まあ、物体が運動するわけよ。今、真上っていう、こう、直線でね、考えてるわけですけど、当然、1秒後、2秒後って、時間が経てば経つほど場所が変わるじゃないですか。その、時刻 t、まあ、1秒、2秒わかんないけどね。これは変数変わるからさ。その時の高さ、今はね、打ち上げてるから高さって言ってるけど、移動距離が、こういう関数で与えられてますと。さっき、教科書の方では座標って言ってるけど、例えば、原点スタートで直線に、物体をこうやった時に、t 秒後にじゃあ座標15に行ったらそれが移動距離なわけよ。座標だけどね。だからまあ今、教科書では座標って言ってるのがまあこういう風にまあ図で、図とかリアルな世界にまあ出てきた感じです。で、話を戻すと、こうやって時刻 t の時の移動距離、まあ高さね今ね、が関数で与えられるので、その時のまず速度です。速度 vt っていうのは、その元々与えられたこの子を一回微分したものと一致するんです。つまり、今 h だからね、h't と同じになりますよって。だからもうあれ、微分するだけです。40t は微分すると40だよね。で、t2 乗が 2t、2t になるから、マイナス 10t となって、これで終了です。で、今度は加速度です。加速度 at、a 使うんですけど、これは与えられたこの子を2回微分します。つまり、h't、と一致するの。まあ今一回微分してるからね。これ微分するとマイナス10だけ残りますので、もうこれが答えなんです。でやることすごい簡単なんだよね。一回微分して二回微分して、それが速度と加速度に一致しますよって。で、速度に関しては、例えば、今だったらさ、だんだんスピード下がってくるじゃん。で、一番上のその最高到達点に行ってからまた加速して落ちてくるけど、その時のじゃあ3秒後の速度は何ですかとか、5秒後の速度はいくつですかみたいな求めるときに使うのが速度ね。で、加速度っていうのはマイナス10なんですよ。今だんだん減速しますよね。上に行ってるときは。いい？で、そのときに今マイナス10ずつ減っていくよってスピードが、加速がね。加速っていうとさ、増していくからプラスの方がイメージしやすいんだけど、今ちょっとマイナスになっちゃってるんでこうなってるんですが、まあスピードがその割合で減っていきますよって感じ。今マイナスだったらね。これが20とかプラスの数だったら20ずつどんどん増えていくの、スピードが。加速していく。まあ、そんなイメージです。で、これはここでいいと。じゃあ2番。最高到達点。つまり、ここです。ここにボールがある時の高さを求めたいんです。で、高さっていうのは、今、関数はこっちね。
これが高さ。だから HT が分かればいいと。ただこれを出すためには何が足りないって T が分からないんだよね。 T が分からない。で、つまり作戦としては T を求めたいんです。 T は秒ね、秒。じゃあどう出すかっていうと、最高到達点っていうのは一つの特徴があります。何かっていうと、これ速度、つまり VT ね、今ね、速度が0になるんです。ボールファーって投げます。投げていってで、一番上に行った時って一瞬止まるイメージわかります？速度ゼロになるんですよ。で、またこう下にどんどんどん速度つきますけど。だから最高到達点っていうのは速度がゼロになるので、つまり VT がゼロ。つまり 40-10T がゼロなわけよ。で、これ普通に解けるとね、T イコール4じゃないですか。つまり4秒後なんですよ。ここにいるのはね。で、欲しかった T が分かったので、高さは今こっちです。だから HT を使います。で、T は4って分かってるから H4。をすることによって、まあ、暗算でいいか。160-5×16 は80か。こうなって、つまり、高さは80ですよと。で、今問題の中にメートルとかの指定がないので単位はつけてはダメです。いい？ 80 で終了。これが最高到達点ね。では次です。地上に落下するときの速度です。どこかっていうと、ここです。戻ってきたここです。ちょうど、地上に着くこの部分。の速度を出したいんです、今度。つまり VT ですね。速度を出したいので、使いたいのは VT。これを使う。でもさっきと同じで T がわからないんです。T がわからない。でも、一つの特徴があります。地上に落下してきました。ここです。さあ、何がわかるかっていうと、落下してるっていうことは、高さ、つまり HT ね。高さが0です。今。なぜなら地上に戻ってきてるから。高さないよね。ってことで、こいつが0ってわかるから、40t-5t2 イコール0と。で、これマイナス5で切っちゃいましょうか。で、t2 一回整理しようか。t2-8t イコール0です。全体マイナス5で割ってます。で、まぁ、t でくくりましょう。t-8 イコール0なので、t は0と8と分かりました。いい？だから0秒後と8秒後、まあ秒って言っちゃってるけどね、これね。8秒後に地上にいる。0っていうのはここですね。ここ。スタートする前です。当然地上にいますと。で、行って戻ってきたから、ここが8秒後、まあ秒とか t が8の時に戻ってくることが分かったので、速度を求めたい VT です。で、VT の t のところに8を入れましょうと。V8 ね。で、VT はこれです。これって分かってるから、40-10×8 で80。つまり、速度はマイナス40と。これで終了となります。で、速度にマイナスくっついてるとね、すごい違和感があると思うんですよ。え、速さにマイナスなんてなくない？って感じがするかもしれないんですけど、今、まあ、これね、上方向を、ごめんよ。正、プラスとして考えてます。上をプラスです。だから、戻ってくるときは、それに逆らってきてますよね。スピードとしては。だから、負になってマイナスになってるんです。そういう風に表す。まあ、どっちを正にするかっていう話がね、元々にあるんですけど、まあ、ひとまず今回は求め方をぜひね、覚えてもらえたらと思います。では、今回はね、スーさんの速度と加速度、1、直線上の運動編をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。